愛知の自然をざっと探検したけど面白かったかな。花も虫も鳥もカエルもミジンコもみんな僕らと同じ地球の上で生きる命、友達なんだって思ってくれたかな。そして世の中には何一つ無駄な命はなく、みんなつながり合って生きていることに気づいてくれたかな。今回紹介したのは愛知県のほんの一部だけど、身近な自然にはまだまだドキドキワクワクすることがいっぱいあるんだよ。さあ今度は君たち自身が自分たちで生き物たちの不思議や魅力を見つけてみよう。自然は最高のエンターテインメントなんだから。